さあ始まりました、リーダーの身だしなみのお時間でございます。この番組では身だしなみを通してあなたのビジネスの成功を演出する会社オーダーメイドスーツのマージンがお送りいたします。この番組は様々な業界からゲストをお呼びして、知られざる業界話やそこに行き着いた経緯、ビジネスのノウハウなどを伺います。さらにはゲストの方に身だしなみのことについてもお伺いいたします。これを聞けばあなたの明日からの身だしなみが変わるかもしれない、そんな番組にしていきたいと思います。この番組ではメールも、お待ちしております。アドレスは 797@fmkino1.com までお待ちしております。パーソナリティは私マージンのビジネスコーディネーター小川文子がお送りいたします。それでは CM の後素敵なゲストに登場していただきたいと思います。それでは一旦 CM です。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。宜野湾ヒルズ通り、旧名デーゴ通りにはいろんなお店が、ショッピング、カフェ、飲食、雑貨、そして絶景の夜景スポット、新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り。天満宮から伊佐交差点へとつながる坂道、宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね。ハーレーダビッドソン沖縄にハーレーカフェがオープン。美味しいスイーツを食べるならハーレーカフェ、ツーリングの休憩所にハーレーカフェ、ハーレー見るならハーレーカフェ。沖縄カレーグランプリで優勝したカレーもメニューに登場。今すぐハーレーカフェへゴー。はい、リーダーの皆さんに始まりました。本日のゲストは株式会社エールバンクールの久保啓太さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。はい、ちょっといい感じでね、ほどけたところで進めていきたいと思います。もともとこちらの久保啓太さん紹介いただいたのはですね、ちょっと前のラジオの放送でありました、高山ひろみさんからのご紹介で、社長がつながっているということで、はい、その、社員の方に、お越しいただきました。このエールバンクールさんって会社は一体どういったことをメインにやられてるんですか？そうですね、美容業界に特化をしたお仕事紹介をしておりましたりですとか、はい、あと女性の働き方の支援を行っておりまして、はい、それは企業側に向けたことだったりですとか、まあ、個人に向けて、例えば女性の方って結構ストレスを抱えてらっしゃる方であったりとか、はいはい、働き方に関してなかなかこう周りの方と情報交換する場がないっていう意見とかも聞いたりするので、そうなんですよ。なのでそういった場を設けたりですとか、まあ、女性の働きやすい環境を整えるような授業も積極的にさせていただいております。はい、はい、こういう業界って結構あるんですか？そうですね、なかなかでも美容業界とかは、はい、あるはあると思うんですけど、なかなかこの女性の働き方とかそういったところに目を向けてる企業も少ないんじゃないかなとは思います。はい、なんかこう人材紹介っていうのは、まあ、いろいろ会社はあると思うんですけど、はい、女性の美容に特化したっていうのは、そうです、ね、ちょっと僕も初めて聞いたので、なんか結構美容業界で皆さん分かってるような分かってない方とか、はいはいはい、こう働き方ってどうやって働いたらいいんだろうとか、未経験で働くにはどうしたらいいんだろうっていう、はあ、そうなんですよ。こうです。でも美容業界ってちょっと分からなくて申し訳ないんですけど、どういうお仕事が、例えばエステティシャンだったりとか、エステティシャン、はい、はい、あとビューティーアドバイザーっていう、そこに言う美容部員、あ、はい、百貨店なんか、あ、そうですそうです、美容部員、はい、はい、とかもそうですし、最近とか特に人気があるのが美容クリニック。美容クリニック、まあ、例えば、目を二重にしたりとか、あ、はい、まあ、シミを消したりですとか、まあ、そういったところの受付カウンセラーとか、はいはい、はい、もちろんそうですね、施術をする方じゃない、あ、じゃないです、サポートをするような、あ、はい、まあ、あとはネイリストだったりとか、はい、まあ、アイリストだったり美容師さんとかだったり、それも美容業界に入るんですけど、お、アイリストってのは目の、あ、そうですそうです、まつえくです。あ、なるほど、はい、いやー、そうですか、いろいろあるんですね。そうなんですよ、美容業界って結構幅広くて、そのまつげエクステだったりネイルの人でもやる人の方になるんですか？あ、やる人の方です。そうですよね、整形とかクリニックだったりはやっぱこう
ね、あのお医者さんとかさ、そうです、そういうの必要ですもんね。ドクターとか看護師の方とかが基本的には手当てとかをするので、この久保さんの、あの後で映像見てもらえればわかるんですけど、久保さんの見た目なんか結構柔らかい感じで女性受けしそうな、なんかもともとどういう経歴でこちらの会社に至ったんですか？そうですね、もともとは、私が、まあ学校業界とかにも働いてはいたんですけども、はい、その時にこう就職支援をすることってすごく大事だなっていうことに気づいて、はい、で結構その専門学校とかで働いてたんですけど、はい、専門学校で何をやられてたの？ファッションコースの、まあ、広報みたいな。広報、はい、学校名とか言っちゃって大丈夫ですか？ヒューマンアカデミーっていう会社にいたんですけども、の広報をやった、はい、広報のようなお仕事をさせていただいておりまして、はいはいはい、やっぱり結構生徒からの相談とかを受けることが多かったんですけど、うん、やっぱりこう専門学校とかに入って出口を探した時に就職するところがないかったりとか、そうなんですよ、なんかどうしたらいいのかなみたいな、うんうんうん、こう専門学校に行って終わりみたいな生徒とかもやっぱり多かったりとかして、うん、そういった生徒の相談とかを受けているうちに、自分結構出口の方の就職支援だったりとかっていうのをしたいなっていうふうに、きっかけはそういうところもあったりするんですね。あ、そうなんですよ、っていうふうに考えていて、でその時に、はい、今の坂本社長に、はい、まあ、うちの社長で坂本社長っていうことがあるんですけども、はい、非常に、まあ、ちょっとそういったお話をして、まあ、うちでそういった女性支援だったりとか、うん、私ももともとファッション業界にいたので、結構女性の働き方っていうのは、はい、結構間近でも見てきていたので、はい、やっぱりそういったところで結構女性の働き方だったりとか、まあ、女性の方の就職支援をしてみたいなっていう思いも昔からあったので、うん、その経緯で今の会社に入社をさせていただきました。さっきあの打ち合わせの段階でちらっとお聞きしたんですけど、はい、芸能関係に行ったことがある。そうなんです、聞いてる方すごいハードル上がってると思うんですけど、ぜひ映像見ていただいて、両方かっこいいんで。いや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 、お恥ずかしいですね。その時のこととかって聞いても。あ、もちろんです、もちろんです、はい、主にアイドル活動とかを。そうなんですか、はい、じゃあもしかしたら見てる人で、はい、あれっていう人も思ってくださってる方いるかもしれないですね。中にはその期間もどれぐらいあったの？でも5年くらいですかね。あ、はい、あの順序でいうと、その学校、あ、一番最初に、そういった芸能活動をさせていただいて、でその後にアパレル、ちょっとモデルとかもやっていて、はい、ちょっといろいろやらせていただいてたんですけども、なんかこうブランド広告というかの、まあ、服の広告とか、うん、そういったものとかモデルとかをさせていただくこととかも機会が多かったので、やっぱりこう服にも興味があってアパレル業界に進んで、でその後なんか芸能のことだったりとか服のことをちょっと教えたいなっていう思いとかもあったので、うん、そういった学校の方に移らせていただいて、今はこういった就職支援をさせていただいております、はい、この働き方とかってあの結構壮大なテーマだと思うんですけど、はい、こう多い生徒さんとかの質問ってどういうところなんですか、はい、こんなんやりたいんだけどどうしたらいいかなぐらいな。あ、そうですね、もうどうしたらいいっていう相談だったりとか、あと目標が変わったことから。目標が変わった方法、はい、なんか実際に例えばこうアパレルの方で興味があったんですけど、はい、勉強していくうちになんか自分にはもっと違うルートがあるんじゃないかっていう相談だったりとか、でもやっぱりこうファッションコースにいるのでファッションしかこう就職がないのかなみたいなことを言われたりとかすることがあったので、それだったらちょっともうちょっと違うルートで、まあ、案内をできたりとか、まあ、言えたらよかったかなとは思うんですけども、そういう、まあ、あのコンサルティングだったり、はい、あのお仕事の人材紹介っていうところになると、はい、やっぱこう相手のニーズを聞き出すのが一番大事になってくるんですか？そうですね、やっぱりこう表面上のことだけじゃなくて、やっぱうちに秘めているけどなかなかこう言えないこととかってあったり
するじゃないですか、うんうん、そうですね、これ言っていいのかなとか、そういったところもしっかり聞き出した上で、うん、やっぱりこう本音でこう聞き出して、うん、まあ喋る、こちらもそうなんですけども、お互いがウィンウィンになるような関係を築けたり、ご紹介できることが一番だと、まあ、この弊社の考えとしてもあるので、うん、そういったコンサルティングをするようには心がけております。結構そういうのって人に話すのってなかなか勇気のいることじゃないですか、はい、そうです。だからこう久保さんはそういうのに、例えばこう人の懐に入っていくのってじゃあやっぱり得意な方だったっていう。そうですね、苦手ではないかもしれないですね。まあ、清潔感だったりってすごく感じるので、はい、まあ特にターゲットが今も女性ほぼ、そうですね、でも男性はほとんどいないぐらい、そうですね、どういう風にしてこの女性の気持ちをほぐしていくというか、はい、ニーズを引き出していくのかなっていう。てか結構私自身も、はい、やっぱりこう女性の、まあ、美容のことについて例えば勉強したりだったりとか、あと何気ないこう日常会話だったりの中で、はいはい、まあ、それこそ最近なんかしてることとか、なんか休日とかしてることありますかっていうちょっとプライベートな、あー、そうですか、はい、ことを少しお聞きしたりとかで、それその中で私もしっかりこう、はい、自分自身もこういったことをしてるんですよっていうので、ちょっと親近感を持っていただけるような共通点を探したりとかっていうのはやはり気をつけてます。やっぱこう男女っていうのもあるので、はい、これ女性の方にいきなり話すのと男性の方に話すのってちょっとなかなかハードルが違うかったりとかもするの で、ね、なるべく女性の方にもちょっとこう男性の方でもすごく親近感を得てお話できるんだなっていうのを持っていただけるようにはしていますね。はい、なんかじゃあ久保さん自身もその女性の趣味嗜好だったりを分かるように何か努力もしたりするんですか？そうですね、それこそちょっと女性雑誌読んだりとかとか、そうですね、あとはまあ例えば会社内の女性の方とかに、はい、今どういったメイクが流行ってるんですかっていうのを聞いたりとか、へえ、はい、女性の方って今どういったことに興味があるんですかっていうのを聞いたりとかってするようにはしてます。ちなみに今どういう今どういう流れになってるんですか？僕ちょっと全然逆、本当に真逆で、スーツ業界って、はい、僕メンズスーツ専門なので、はい、まあ、30から40ぐらいまでの経営者、まあ、それもちょっと上の50ぐらいまでの経営者の方ばっかりとお話をしてスーツを作ってるので、はい、女性のことって本当知らないんですよ、はい。そうですね、今とかで言うと、まあ、それこそファッション、はい、まあ、女性のファッションとかで言えば今結構バルーンシャツっていう、バルーンシャツ、なんか袖がちょっと膨らんでるシャツとかが今流行ってたりとか、はい、でそのバルーンシャツのワンピみたいなのが流行ってるんですこれも聞いた話なんですけど、女性ラジオね、僕が女性の方うなずいてるかも、分かってるかもしれないけど、あとワンショルダーはい、オフショルダーって肩が出るじゃないですか、はい、そうじゃなくて片方の肩だけが出てるワンショルダーっていうのが今流行ってたりとかっていうのをこの間ちょうど仕入れましたあ、まあ、でも確かにこう面接じゃないですけどこうお会いして話してる中で、はい、今でもその今の流行ってるんだよねとかいう話があったりすると、はい、まあ、アイスブレイクというか、そうですね、喋りやすくなってきて、ちょっといやらしくない程度にちょっとこう流行り取り入れてますねっていうのを確かに、はい、すごく難しいところですよね。はい、その嫌がられずにすごいこう仲良くなっていくというか、そうですね、でそういった中からじゃあそのニーズを聞き出して、はい、じゃあこんな仕事はどう、こんな仕事あるよっていうのをお伝えしていく、うん、はい、そうですね、やっぱりこう業界業界によって合う合わないっていうのはやっぱ正直結構美容業界ってすごくはっきりするんですよ、うん、なんかエステティシャンとかであれば結構体育会系の方だったりとか、そうなんですか、はい、結構やっぱ体力とかがいるお仕事なんですよ。へえ、やっぱこうかなり力を入れて施術をしたりとかしたりするので、あんまりこう体育会系の働き方だったりとか、うん、汗を流すことが嫌いな方っていうのは正直ちょっと難しかったりするんですよね。で
そのエステティシャンっていうと、はい、さっき言った美容部員なんかもエステティシャン、あ、じゃないです、はい、まあ、例えば最近の流行りとかで脱毛とか、あ、はい、なるほど、とかもそうですし、あとフェイシャルって言って顔をマッサージするお仕事だったりもそうですし、お腹にこうオイル入れてわーってやったりとかもエステティシャン、そうです、そうです、そうです。あと送信って言ってこれも人気あるんですけど、まあ、痩せさせるためのエッセルツだったりとかっていうのもエステティシャンのお仕事ですね。いや、この人はこういうことを欲し、あの、やりたいとか言ってるけど、はい、あの、まあ、久保さんもいろいろ経験があると思うんで、はい、こっちの仕事の方が合ってるんじゃないかなっていうのもよくあることなんですか。そうですね、それは正直あるはあるんですよね。まあ、でもそうなったらやっぱり本人の意向もあると思うので、うんうんうん、まあ、お聞きした上でこのお仕事ってこういうメリットとデメリットがあるんですよっていうのをしっかりお伝えをした上で、まあ、こう受けていただいたりとかもそうですし、逆にこういったあのお仕事が合うんですよってご提案させていただいて、まあ、求職者の方からこういう仕事もあったんですねっていうのをお言葉いただくこととか、実際そちらの方に向かわれる方とかも多かったりもするので、結構僕もあのアパレルの大学行ってたんですよ。あ、そうだ。服飾の学校通って、はい、洋服作りを勉強して、はい、いろいろあって今独立に至ってるんですけど、はい、あの結構仕事って聞いてみないと中身わからないじゃないですか。そうですね。しかもこうイメージで判断しがち、でうちの大学の時も 1,2 年の頃はみんなこう就職どうしようか、まだ現実的な話になってない段階で楽しい 1,2 年過ごした時に、はい、いや販売は絶対行きたくないとか、はい、企画やりたい、正直やっぱデザイナーだよねとか、はい、そういう聞こえがいいものに多分走りがちなんですけど、そうですね。だからこう美容業界って言ってもいやこれはなみたいなイメージってすごくあると思うんですけど、うそうですね、最近やっぱりこう人気もあるのが美容ジムとか、美容企業のジムとかもやっぱりすごく人気とか需要は増えてますね。それはどういう傾向になるんですか。そうですね、やっぱり結構土日お休みの仕事がいいって言われる方とかも多かったりとか、なんかこう美容業界の現場ってどうしても平日がお休みになってしまって、うん、ですよね、はい、結構こう美容業界で働く方、まあ、現場で働く方のことを逆 L っていう言い方をするんですけど、 OL とは違う。あ、そうです、そうです、そうです土日は出るの。そうです、そうです。土日はもう基本的にこう稼ぎ時というか、はい、一番お忙しい時になるので、やはりこう働き方が逆っていうので、でもそれじゃちょっとなっておっしゃる方だったりとか、あとどうしても、まあ、最近こそ結構働き方改革とかでお休みが多いところとかも多いんですけど、なんか昔のこう美容業界で結構お休みが少ない印象だったりとかされる方とかも多いので、結構そのライフワークバランスみたいなところでちょっとまあ自分に興味があるんですっていう方とかは増えてまいりますね。要はじゃあ、まあ会社に入りたいっていう要望に近いですかね。そうですね、どちらかというとなんですけど、でももちろん全然もう今も現場職を目指される方もまだまだ多いので、あの現場の人なんかがこう、はい、まあ、例えばそういうふうに土日休みがいいっていう人より、はい、現場やりたいって人はどっちかというと向上心があるような感じだったりしそうです、ね、そうですね、向上心がある方もそうなんですけど、あと自身が結構もう例えば美容クリニックに通われてたりとか、エステに通われている方っていうのがやはり多いので、まあ、そういったこう受けた施術を受けたエステティシャンみたいにもしてくださったエステティシャンみたいになりたいなだったりとか、へー、そして癖してくださった美容クリニックのコンシェルジュの方みたいになりたいなっていう思いを持って転職相談に来てくださる方はやはり多いですかね。へー、せっかくなんでこう身だしなみのことについても触れていきたいなと思うんですけど、はい、まあ、そういうふうに女性のなんていうんですか、お客様っていうんですか、そうですね、求人を探してる、はい、働き方をもう働きたいっていう人の女性とこう向き合う時に、こう久保さんが意識している身だしなみのことについてだったり、はい、そうですね、普通のこう面接官とはまた違った雰囲気を持ってらっしゃるので、はい、何かこう
あったりしますか？そうですね、まず第一に硬くなりすぎないようにしようとは思ってます、うんうん、はい。まあ、それこそ女性の方をやはりこう相手にはしているので、こう正直こうかなりこう七三とかオールバックで決めて、きっちりもうかなりこう暗い色で決めて、うんうんうん、まあ、ちょっと地味な印象というか、もうかっちりしすぎると、うん、こう相談に来られる方も話しにくいんじゃないかなっていうのは正直私の方でも思っているので、うんうんうん、髪型とかもこう緩くなりすぎないようにはしてるんですけど、ちょっとトレンドとかも入れつつ、うん、ちょっと最近の髪型って言ったらあれなんですけど、受けがいい、ね、あ、そうですね、受けのいい髪型にしたりとかもそうですし、あとスーツとかもなるべく明るい色だったりとか、まあ、ちょっと映像とかじゃないとわからないんですけど、今日もネクタイとか黄色とかを使ってたり、いや、そうなんですよパッと明るくなるような、そうですね、印象を受ける、全体的にちょっと明るい印象をとか、身近に持ってもらえるような身だしなみにするようには気をつけてます。あと実際にそう、はい、どうですか？あと清潔感ですね。清潔感、はい、どういうことそれはやってますか？まあ、もちろん僕こう本当大事だと思うんです。毎日ひげを剃るとか、うんうんうん、爪を切ってくるとか、はい、もう基本的なことってすごい大事ですよね。そうですね、やっぱりこうひげとかはこうあまりこう清潔感がないなって言われる方とかも中にはいらっしゃるので、剃るようにはしてたりとか、あとお肌のケアとかも、はい、やっぱり自分自身も気をつけるようにしてます。なんか美容業界を担当しているのにこうかなり肌荒れをしている確かに、ね、ちょっと説得力が自分自身ちょっとないかなっていう部分とかもあったりはするので、はい、ちょっと自分自身も美容業界にいるので、そういったお仕事紹介してるので、美容にはかなり気をつけるようにしてます。はい、ですね、第1回目の久保圭太さんの収録を終わりました。来週にも引き続き久保圭太さんにはお話を伺おうと思っております。すごく人柄の出ているというか、さすが女性のためのキャリア支援の会社に勤めてるだけあって、まあ、女性とよくこう対話してるなっていうのがあって、すごくこう親しみやすい雰囲気と、柔らかい雰囲気を感じました。で、まあ、来週も、引き続きお話を伺うんですけれども、少し時間が余ったので、せっかくなんで番組の告知なんかもさせていただきたいなと思います。この番組リーダーの身だしなみですね、今年の1月からスタートしてもう約半年近く経ちます。で、収録も20回を超えて、ゲストの方には本当にありがとうございますと、お礼したいんですけれども、ぜひですね、リスナーの方からのご意見などがあれば、ぜひ、お寄せいただきたいなと思っております。例えばスーツに関する疑問質問とか、オーダーってどういうものなのかとか、既製品買ったけどこういうところがこうだったよとかあれば、毎週意見さえもらえればお答えしていこうかななんて思ってます。で、まあ、そういうスーツの話なんかもさせていただけるような情報番組にだんだんまた少しずつできていければなと思っておりますので、まあ、あとやっぱりこうリスナーさんからの何か意見があるっていうのはすごく励みになることなので、もうどんどんご意見ご質問、例えばこういう風に喋ったらもっといいようだったりとか、いろんな意見いただけると僕も番組の質の向上につながるのかなと思ってます。で、どういう人が喋っているのかなってやっぱラジオってあると思うんですね、気になったりとか。なので YouTube のリーダーの身だしなみって調べていただければ、自分が喋ってて、まあ、あ、この人が喋ってこのラジオやってるんだっていうのが分かったりすると、また良くなってくるのかななんて思ってます。ぜひご意見ご感想などお待ちしております。それでは、来週もですね、引き続き久保圭太さんにお話伺っていこうと思います。今週はこれで失礼いたします。ありがとうございました。Thank you.